はい、皆さんおはこんばんちは、シュアです。さて、現在ドラクエの日の、終わった次の週なんで、まだね1日1回10連無料があります。今回はナイトメア装備、まあこれ引くだけっていうのも寂しいので、今回はね一応、追加された強ボスであるソロの幻のエスタークを倒してから、10連を引きたいと思います。ね、覚醒せし地獄の帝王魔王級ということで、さあ装備、まあ、とりあえずドラクエ4のボスなのでドラクエ4コスプレ、ね、ピサロ様装備、そしてブライト、ライアンでブライアン、そしてマーニャとミネアと、アリーナ。ただあのこの頭いつも思うんだけど、マーニャかミネアかわからねえっていうね、ミネアの頭、マーニャの上、アリーナの下ですそして盾はシルバートレイ。さあね、見た目装備はどうでもいいんだよって話。実際の装備はこんな感じです。ハグメタ冠で会心軽減、羽衣で炎ブレスプラス回復、ロト鎧でギラ耐性取ってるけど、一応ルビス盾で無効化する予定、ね、今バトルキングなんだけど、まあ海賊の方がいいかな。まあ、一つの問題はね、多分そんな強いボスでもないからフレンドにエスターク仕様の人がいないんじゃないかなと。ガーディアンはまだレベル70です。なんでこいつは完全なる盾、ね、装備は黄金竜の兜で炎ブレス、成人の鎧で会心軽減プラスブレス強と、1回死んでも大丈夫、鎧下で呪文で、ローズクイーンでさらに呪文で、アバンで呪文で、一応混乱ガードとで、アクアは守ってもらうだけなんで、いわゆるスーパースター装備です。まあまあまあこんな感じでね、一応紋章もつけてはいるんだけど、わりかし適当なんで、まあまあこんな感じだよぐらいね、呪文軽減入れてるだけという。一応ラスゲは飛ばしちゃう予定なんで、まあ飛ばし損なった時のことを考えて、一応アクアをルビスの鎧にしてるんだけど、アクアは基本ガーディアンに守られてるから食らわないはずなんだよ。だからこれ何の意味もないよねと。まあラスゲで混乱しちゃった時直せれればいいかなぐらいです。さあということでいきましょう。鍵付きダンジョン、鍵付きだけどその鍵じゃない、幻ダンジョンの方ね。はい、学生せし地獄の帝王。一応ノーデスはする必要がないんだね。あの全滅したら復活できるけど、それをしたらあの帝王の盾の裏がもらえませんと。まあ、25ターン以内にスキルフィニッシュで、全滅せずに倒せば OK、 ノーデスはしなくても OK、そして1万ゴールド世界一の雫500。ちなみにね、浦上地あれにいるんだけど、あれは確か6ターンか7ターンで倒さなきゃいけない上にずっと3倍速なんで、それをクリアした人からするとまあ大したことないよねと。さあそれじゃあ行きましょう。あら、小池さんがわざわざ合わせてくれてた感あるねよし、お借りしよう。さあ一応混乱のために天使の涙、ね、特薬草、復活、世界樹の葉で、食事がね1人分しかできないからどうしようかなっていうね。混乱はラスゲしかしてこないはずだったと思うんで、そういった意味では混乱耐性はとっても仕方ない可能性が結構高め。何の耐性取ろうかな、1人呪文かな、でも呪文多いしなっていう、呪文だけはないんだよね。となると炎ブレスかドルマかと。一応現状ドルマ耐性装備してるやつがほとんどいないので、ドルマ耐性かな。ということで唐揚げポテトで。さあじゃあこれで行ってみましょう。アイレッツ魔王級ゴー。ぬんまあ、魔王級は初手防御基本。ピオリミン持ってきてサンド君を高速で上げるのもありだったかも。イキピオイキピオ。あ、ソロだから止まるんだ。悪魔単独攻撃、はい、まず灼熱2ターン目、25ターンだからね。遅いなぁ。これ、アクはあれでよかったかな。うわぁ、痛い。ほいに。
もう上級職、超級職だからね。ギガクラッシュ、ギガクラッシュ、あ、ギガクラネズミだ、いいな、俺もネズミだもん。ギガクラッシュ、ダメージ出るな。ドキドキピオラ、なんとドキドキピオラでも回復してしまうのだ。あれもこれゲージ1本目じゃない？バフかけてないよまだ。帝王一戦、レホマラーがさすがにいる。湧き立つ、はい回復、おいしい。灼熱来る前に間に合う、これ間に合った。2回目はちょっと待ったせいで無理だったかも。あ、大丈夫だ、はい荷上げ。さあピオリムかけよう、ピオリム。さあもう今ね荷上げになってるんで、さすがに湧き立っとこうかな。でオン捨てして、じゃあこのゲージ終わろうか。ルビス雷撃、ルビス雷撃、刃砕かれる前にまたぐだろうこれ。あれ、これはタタ打たしとくべきだったか。もう攻撃力アップが終わっている。ロングラン、まあこれで超えたね。で刃砕く一戦はゲージまたぐと確かね、うん、リセットされるから。暴走する魔力、あ防御してねえ、ベオマラーで大丈夫でしょう。暴走している、え戦友はでここ呪文ばっかりなんでね。サンド君戦友どこ行った。ちょっとサンド君戦友しとけよ、お邪魔する。ギガクラッシュ、体力減らないね、うちの方が。1800、これ次のギガクラッシュで終わりかな。やばい、ヨダズンが来るよ、ヨダズンが防御だ。間に合った、オンステイしたいな、さすがに。はい35、サンド君のダメージ刻むか。ダメージ、ここ呪文しか来ないんで。はい、ベギランマットホイミ、やることないから荒波でも歌っとこうか。ゲージまたぎだけ失敗しないようにね。思ったよりギガクラッシュがねダメージ出ちゃうこと結構あるから。オン捨てしたらもう終わりかな、戦友が切れる前に。切れてからでもいいけどね。あールビス雷撃スタートかな。攻撃力が元に戻ってしまった。まあないからしょうがない。はいっと、さあラスゲ飛ぶかな。よしいい感じ。さあ飛べ飛べ飛べ自然。ギガクラッシュ飛ばないなこれ多分足りないな。バトルキングで振るべきだったか。足りない、足りないぞ。はい運ゲー始まる。あ激怒激怒激怒、飛べ飛べ飛べ、ダメダメ押しない。
ガーディアンネビラのコンボ忘れてたね。うわー、アクアターン。とりあえず毒薬草を使ってベホマラ。じゃああと治ったら勝ちです。飛び切らなかった。誰か殺してくんねえかな。ノーデスないし。そしたら即復活するから終わりなんだけど。あ、治った。お疲れ様です。あ、治るの早っ。エスタークさん、これには涙目。はい、勝ちです。いやー、楽勝でした。やっぱバトルキングの方がいいね。ちょっと火力足りなかった。経験値美味しいです。さあ報酬はエスターグの魔石だ。ヒットポイント弱と守備力ダウンガード弱なんでいらないやつです。まあね、ぜひ皆さんもねエスターグ挑戦してみてください。300ジェム世界中、そして帝王の盾、冒険マッチ、魔王級エスタークをソロで倒した者に与えられる証だ。ああ、もうやっと装備。さあ魔王盾の効果は、入手順に並び替えると一番先頭に来るぞ。お、青いね。帝王の構えはいつも通りの25秒ガード。さあ効果は攻撃呪文が 10% か。使わないです使わないです。さあそれじゃあいきましょう。1日1回無料。まずは、はい、剣豪装備いただきます。あれ、100モモンヤポイント。そしてね、実はね、今ね、あのドラゴンクエストのギガ感謝祭ラストスパート武器セレクションっていうの来てて、これ割と悪くない。提供割合見たら分かるんだけど、星5が 10% で、でピックアップが20個あるんで、もう星5の時点でピックアップしか出ないというね。ただちょっとね、闇を感じるラインナップもある。で確定枠は必ずピックアップが出る。これ見るとね、まあ、見たら分かるんだけど、一応ロト剣、俺はもうこれ貫突プラス1本抜き出した上でまだ1本余りがあるからもういらないんだけど、でやっぱ天空剣、王者剣、で如来のコンボ、別に悪い武器じゃない、セラフィムの弓で、星砕きにオーロラの杖もある、ね、そして清風の弓に炎豪魂あるし、大地の王爵王魂かで、オチェ剣もあるし賢者杖もあるんだよ。だから結構欲しいんだよね。でラミアス剣、キャプテンキャノン、エンデノブチ、まあ、この辺から息切れしてきてるんだよね。ドラゴンの杖、エンデの奥義、破壊の鉄球、オリハルコン、黄金の爪の、この辺の息切れ感がやばいよね。もうちょっとなんかあるだろうっていう。いやー、なんでもまあ悪くないね。一応ピックアップが必ず1個は出るし、まあ、確率上2個ぐらいは手に入る計算だからね。で、6月12日までね。まあなんで欲しい人は引きましょう。俺も結構欲しいんだけどね、欲しいのが天空剣、まあ如来魂はあってもいいぐらい、まあこれもじゃあ数えないとないかな。天空剣、如来魂で、セラフィムはもういらない、星砕きも出てる、オーロラの杖、清風の弓も出てる、炎豪魂4つ目、大地の王魂、これね俺も持ってる、でオチェ剣で5、賢者の剣で6、エンデの鞭で7で、ドラゴンの杖もね、一応ドラゴザムが欲しいから8、終わりだね。ほら12本中8だから、まあまあ 50% ぐらいで欲しいものが出るんじゃないか。 50% なら悪い賭けじゃないかなって気はするんだけど、まあジェムがね今4300しかないんでね、そんなのよりもねこっちの10連無料いただきましょう。
さあ10連しかないので1個ずつ。1つ人より、魔法の鎧。100現在、ドラゴンクエストの日100連のうちの70連目。現在ピックアップ1つです。せめて5つは出てほしいな的なことを言ってたんだけど、ひどくない？まだね、60連回して1つ、今70連目ですが、ひどくない？ちょっと待ってよ。だ、星さん多くない？ちょっとあまりにも多くない？よし来い、よしピックアップ2個目で、ナイトメアウィップってどっち？まだ2個目だからね。もう70連目だからね。こっちどっちだ、武道か、あ、サジンの方どっちだったっけ。さあ確定、来い。うわー、ドラキラ何本目だよ。さあ、あ、武道の方だ。あ、これは闘技場で使えるね。で、ベールは無知専用で S まで使うのに、回復が70しかせずに生き耐性が1段階しか上がらない。まあその代わり早いのかな、この時点で35秒だから。天空のベールと何が違うのかな。天空のベールでいいんじゃねえかなこれ。いやー、まあ武道がね闘技場では使いやすいんで、まあまあこれは良かったかな。うん、無限のベールはこう天空のベールをちょっとだけ強くしたぐらいの性能だね。うん、で、天空のベールは B です。せめて A だねこれ。 S はないわ、 S は。いやー、だからといってね、砕いて抜くほどですらないという。一応無知はね、黄金竜の無知とか、破壊王の鉄球とかで S させるんだけど、これは刺さない。無限のベールは刺さない。いやー、無知専用をやめて A だったらまあ両スキルかなって言えたんだけど、無知専用で補助 S だとこう使い道がないね。うん、つまり、ハズレだということです。武道ありがとうございます。引かないよ、引かねえよ。もう一度、さあ、そういえば先見なかったけど、一応ナイトメアの2セット分入ってるね。8個あるから 4%、ね、ナイトメアウィップをどのツア下げてお前先頭におんねん。関東すると一応だけどこ使わないわこれは。ほんとどのツア下げて君先頭にいるんですか。無限のブレス、これ光ブレス攻撃が欲しかったらやね。ただこれ攻撃特技 A だからね。で、まあ無道でナイトメアスピア、無限月、防御が解除できない、されないアークだからね。やっぱやこれは強いね。槍で行きたい人ならぜひ欲しい装備だ。で、ナイトメアアックス、これは強かった気がする。ほら 600% のドルマ攻撃だからね、黄金竜の斧につけていきたい。そしたらドルマでも大丈夫。で、これが前半の、ナイトメア装備。あれ？前半のナイトメア装備で一番のハズレだな。まごうことなきハズレだな、ナイトメアウィップ。さあ後半たち、無限の風、そして無人のブレスがね、後半はこう幻惑にするんでね。A で仲間全体のヒットポイントを回復し守備力を 20% 上げるね。こっち A なのにね。うん、なんでこれ S なんだろうな。こっちマックス20秒は早いけどさ、早いけどな。使わないよ。 S 貴重な S 枠これに上げられないよ。はい、無限乱撃ね、イオの、520%4 回15秒早い、普通に強い。無人のブレス、一応ねルビスコンはイオだからイオで固めれるね。でナイトメアハンマー、これはね
ハンマーをドルマ特攻にしようと思ったら普通に強い。ちょっと威力が 500% とね、そこまで高くないんだけど、15秒で早い上にドルマ耐性下げるから、これを3つ手に入れれたら黄金竜のハンマーでドルマボスもいけるぐらいの強さになるね。いやー、でもこれをね、ハンマー3つ出すまで回そうと思うと大変だと思うよ。水流もまだ1個しかないのに。さあ、そして弓、無限の弓、これも S だね。14秒でヒットポイントを200回復しつつ、スピード 60%。 14秒早いけどね、弓の S に使うほどではない。結局ね、200回復が逆にもいらないんじゃないか、 60% 上げる必要もないんじゃないか。まあ、全てにおいて中途半端だね。弓はデバフに使いたいから、せめて A ならって、結局そこになるんだよね。エンジェルアローとかさ、超サミダレの代わりにこれ入れるって言われたら入れないっていう結論しかならないよね。はい、ということでね、全てにおいて中途半端な、ナイトメア装備たちでした、ね。まあまあ無料なんでね、もう一回あと1日あるんで、ぜひ、ハンマーか弓あたりが出てくれると、あとアックスもね出てくれると嬉しいなといった感じで、まあ、今回のね、エスターク&ナイトメア装備福引きは終了します。はい、それじゃあね、また、強いボスでお会いしましょう。それじゃあ皆さん、さようなら。